ブーリンタイバダンダイとは、チョロース部の伝説上の君主、オーリンダブドゥンとも、再起動分子の漢字表記はカラス林内、ともえ単第10。パラスのモンゴル民族資料集によると、ホイト部のヨボゴンメルゲンは、天を追われた天女と結婚していたが、ある時天女は、ヨボゴンメルゲンが出生している間に、ボーハーンと密通した。 ヨボゴンメルゲンが帰る前に男児を出産した天女は、これを木の下に捨てたが、獅子のいなかったボーハーンは男児を探し出して、オーリンダブドゥンと名付けて、後継ぎとした。ボーハーンは子供を霧の中で見つけ、その上で、フクロウが飛んでいたため、オーリンダブドゥンと名付けられたという。また、オーリンダブドゥンは、木の下で曲がった小枝を口に含み樹液を吸っていたが、その小枝が管に見えたために、 オーリンラブドゥンの子孫は、チョロースと呼ばれたとも記される。ブーリンタイバダンの子孫に後輩隊員が生まれ、その息子バトラ上昇以降、チョロース部族長が、ドルベン・ウイラトを指揮するようになった。チョロースの家系は、トゴン大使、エセンハーンを経て、後のジューンガルブ、ドルベト部へと繋がっていった。後輩隊員、バトラ上昇、ジュンレイ王、マフムードトゴン大使、エセン大使、 エセンハーンをしてむる大師、化粧おろく岡田2010、378から379ページ、岡田2010、382から386ページ。ありがとうございます。